ようこそお参りくださいました本日は浜屋の飾り方について少しお話をいたしますこのチャンネルでは現役の神主が神社や神道のことについてお話をしておりますよろしければチャンネル登録お願いいたしますさて皆さんお正月に神社に参拝をした際に浜屋 受けられてますかね？年間を通してま授業している神社さんもありますが、まあ、やっぱり浜屋はお正月だけという神社さんも多いかと思います。ご当社もそうですね今日はですねこの浜屋まあ改めてどういったものなのか、そしてどう飾ったらいいのかについて少しお話をいたします。まず浜屋、浜やその由来まあ、いくつか説はございまして。 えー、一つが、まあ、元来、浜弓、弓ですね、弓。えー、それ谷と一式になったもので、まあ。全国各地で見られる、えー、年占いという。まあ、その年の作物の豊胸を占う、その年占いで。えー、旧厩で、用いられるもの。あ、それが由来となっているとも言われております。えー、また、もう一つございまして。えー、正月の男の子の遊び。 勇気ですね。遊びとして用いられていたものという説もあります。まあ、それがですね。江戸時代以降えー、子供の成長の無事を祈ってえー、送るえ、そういった縁起物、えー、装飾を施した、えー、弓と矢をですね。男の子の初正月や初絶句に送るようになったものとも言われております。ちなみに女の子の場合は羽子板。 がございますそれがその後ですね、えー、簡略化されて弓だけ「弓あ矢岳」ですねこの「矢だけが魔置けとして正月の神社で授与されるようになったとも言われております。一つの説とといいたしましてそしままてててそ現在浜浜やこれは間を破る浜浜という字が当て合えておりますが当えす えー、旧車弓を入る時ですね用いる丸い的この丸い的が浜であったという説もございますさて浜や続いてはどう飾りましょうかどう飾ったらいいですかねというそういった質問も多ございます、えー、浜屋は魔を破り、えー、最悪を払うやとして信仰、えー、がされております、えー、建築のですね、えー、上等祭 そのおいにですね鬼門の方角である北東や裏鬼門の方角である西南そちらに向けてですね屋上に二針二針ですね二針飾りの弓矢を設けるそういった神事もございます。ですが家庭でですね浜矢を飾る際は上等祭の場合のようにですね特に 方角というものは決められていないようですまあ、強いてどこに飾ったらいいですかという場合はですね神棚や床の間などま、正常な場所に飾っていただくのがよろしいかと思いますえ、もしですねま、どうしても方角が気になるそうは言っても方角どちらかにしたいなという場合はですね上等祭に倣って 鬼、まあ、門の方角である北東や浦鬼門の方角である西南に向けて飾るのもよろしいかと思います、またはですね、えー、玄関、出入り口ですね、玄関にこちら、向けて、えー、飾っていただく、まあ、そうすることで玄関から悪いものが家の中に入ってこないようにという、そういった信仰もございます。 私はですね、そちらの方をですね、あのおすすめといいますか、よくえ案内をしております。皆さんもぜひ神社で浜屋を受けていただき、ご自宅の神棚や床の間などでぜひ1年飾ってください。